承認欲求を簡単に満たす方法。精神科医樺沢紫苑の樺チャンネル、今日は昭島市からお届けしています。サイクリング途中ですね。サイクリング途中なんですけど、このような奇岩と言いましょうかね、溶岩大地みたいな形なんでしょうか。向こうの遠くの方がですね、溶岩大地みたいな形で不思議な地形を呈しているエリアがありまして、これも多摩川沿いなんですけど、こんなところがあるのかと思ってですね、ちょっと立ち止まって YouTube 動画を撮ろうかなと思いました。今日は質問いただきました。赤さん、承認欲求が強く苦しいです。もっとリラックスしていきたいです。承認欲求が強い、承認欲求といった場合、皆さん承認の基準が高すぎるんじゃないかと思うんですよね。例えば会社で褒められない、会社で褒められることなんてめったにないじゃないですか。毎日のように褒められるってことありますか？ないですよね。たまに何か大きなプロジェクト成功させたら、お前よくやったなって言いますけど、数ヶ月に1回ぐらいはあるかもしれないけど、毎日のように会社で褒められたりするってことはなかなかないと思います。ですから承認欲求をどこまで認められたら承認というふうに捉えるかというこの基準ですけど、あまりにも高くしてしまうと、まずめったに承認されないという非常に残念な事態が起きるわけですね。だからプチ承認で満足していくっていうのかな、時には大きな承認を得ることも重要なんですけど、日々の生活の中で小さな承認を得るっていうことがとても大切、そこに気づいていくっていうのがとても大切なんじゃないかと思います。多くの人は承認されてるはずなんですよ。いろんな意味でお世話になりましたとか、先日のあれがとても役に立っていますとか、あるはずなんですよ。ただ注意して見ていかないと気づかないし、承認欲求が満たされないという人に限ってそういう観察力が鈍っているんですね。なのでそういう自己洞察、あるいは他者洞察というものを進めていく上で、やはり日記というものが不可欠。特に産業ポジティブ日記のようなものに、今日あった楽しかったことの中に自分が承認されたり認められたり褒められたりしたようなことというのを小さく書き溜めていくということが必要です。1週間もしくは3週間もしくは1ヶ月間溜まってきて、見返した場合において承認されたり、人から褒められたり、人から必要とされてるんだなっていうことがちょっとずつ見えてくると思います。なので承認されたという経験は自分で探していかなければいけません。そうした中で、実は自分は承認されている人間なんだということに気がつくと思います。もう一つ簡単に承認を得る方法が一つあります。それは YouTube とか Facebook とか Twitter とか SNS ですね。 SNS っていうのは、例えばぜひ今この動画を見ている人はこのいいねマーク、高評価マークをクリックしてほしいんですけど、それが1個つくだけで、ああ、この動画役に立っている人がいるんだ、 Facebook の投稿なんかもいいねが結構つきますけど、あ、見てくれてる人がいるんだ、参考にしてくれてる人がいるんだってことが簡単に起きるのが SNS ですね。だからプチ承認なんですよ。たった1個のいいねもプチ承認なんです。 YouTube のフォロワーさんも昨日より1人でも増えれば承認なんです。面白いから登録してたわけだから、つまんなければ登録しないですよね。なのでそういう承認がものすごく得られやすいというのが SNS です。なので SNS でポジティブな発信をしていくってことは、実は承認欲求を満たし、自己肯定感を高めていく上で非常にいいアプローチなんじゃないかなって私なんかは思いますけどもね。逆に言うと樺沢も承認欲求が低いから、これだけ SNS でフォロワー39万人になるまで頑張ってるかもしれないですけども、という形で、まあ、承認欲求が低い人ほど SNS でやるべきだということもありますが、まあ、そうしなくても日々の生活の中で実は誰かしからから必要とされてたり、参考にされていたり、役に立っているという部分っていうのは必ずあるはずなので、日々の生活の中での承認というものを拾い集めていく、そのために産業ポジティブ日記などを使うというのがとてもおすすめの方法です。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。